こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。新型コロナウイルスの影響で、ラクマのマスク転売出費はどうなのか、アカウント停止にならないようにぜひ確認をお願いします。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。この動画ですね、ラクマのマスク転売の実情ですね、ぜひね、紹介させていただきます。はい。まずこちらですね。こちらですね、数日前です。4月15日ですね。こちらの、メールが届きました。はい。で、これ読んでいただくとわかるんですけど、まあ、ズバリね、マスク転売禁止なんですけど、布マスクもね、禁止です。はい。なので、こちらにぜひね、注意していただくようになりますね。はい。で、今現在どうなるかと言いますと、こちらにインナーマスクとかね、まあ、マスクのゴムとか、ね、売ってますね。はい。で、これはメルカリとですね、ほとんど変わらないんですけど、いつね、変更になるかわからないです。はい。なので、ぜひね、まあ、お知らせ等ね、ラクマのお知らせ等でね、確認していただくようになりますけども、ぜひね、注意していただければいいかと思います。はい。はい、チャンネル登録お願いします。お待ちします。あとですね、悩み質問等ありましたらですね、LINE 登録後によろしくお願いします。ぜひお待ちします。今回動画は以上となります。幸いご視聴いただきまして、ありがとうございました。